今日は Mac Pro のレビューをしてみたいと思います。最新の Mac Pro を手にして使い始めてからほぼ1ヶ月が経ちました。いつかレビューしようと思っていたんですけども、ずるずると来てしまいましたので、今日は非常に短くではありますけれども、この新しい筐体そして性能の一部を紹介してみたいと思います。まず、特徴的なのは、よくゴミ箱とですね、揶揄されることもあるんですけれども、本当にゴミ箱とですね、見間違えんばかりの非常にユニークな、形です。で、こういうですね、円形の、パソコンというのは今までやっぱりなかったと思うんですね。で、私もこれまで、Windows などですね、自作してきたんですけれども、大体四角いものが圧倒的に多かったわけです。で、今回、この中身もですね、後で少し見ていただきますけれども、この円形の中にですね、様々な性能が詰め込まれています。まず、以前の Mac Pro と比べて大きく変化したのはですね、この大きさです。非常に巨大な大きさを誇っていた前期と比べると、今回のですね、新しい Mac Pro は非常にこうコンパクトになっています。そして、この円形のですね、特徴、これなぜこういう延期をしているかっていうと、おそらく最大のですね、理由は、空気をですね、効率的に取り込んで、そして非常にこの静かにですね、駆動する、そういったことを目的に、こういった形が選ばれています。この底の部分からですね、空気を取り込んで、そして、この上の部分からですね、空気を排気して、この内部にマザーボードが入ってるんですけども、ちょうど真ん中をですね、空気が突き抜けることによって非常に効率的に冷却するように作られています。でまずですね、この、これは背面なんですけれども、ここにですね、さまざまなコネクタ類がついていますけれども、これですね、一度、ここが電源スイッチですので、どれぐらいのですね、スピードで起動するか、まずご覧いただきたいと思います。押してみます。はい、Apple 特有の音が鳴りまして、そして今ですね、OS が起動しているところです。はい、これで今、ほぼ起動した状態ですけれども、非常にやっぱ早くなりました。これはですね、もちろん10秒20秒早くなったところで、大きく何かが変わるわけではないんですけども、基本的なですね、スペックが非常に高機能化しているということがわかります。それと実際にですね、1ヶ月使っていて感じたことは、インターネットとかワープロとかですね、そういったことをする分では特別大きな変化はもちろんないんですけれども、全般的にアプリの起動がもうスイスイとですね、行くということだけでなく、やっぱ一番違いを感じたのはですね、大きな動画ファイルであるとか音声ファイルなどをこう処理するときの速さっていうのはですね、段違いにやっぱり良くなっています。今まで例えば2時間ぐらいですね、かかっていた動画の、レンダリング、書き出しなどが、もう1時間もかからずですね、30分、40分ぐらいで、済むようになったなど、そういったですね、この高機能な部分をですね、体感するためには、特別な作業において、はっきりと、それを確認することができますけれども、日常的に使う分はですね、何かこれになったからといってですね、大きく変わるわけではありません。しかし、この非常にユニークなですね、筐体、これは今までのですね、パソコン、本当にたくさんのパソコンを、作ったりですね、してきたんですけども、そういった私の経験からしてもですね、これは驚きの、形状だというふうに言うことができます。ではですね、ちょっと今電源を一旦落として、この内部がですね、どういう構造になっているのかということをご覧いただきたいと思います。はい、一旦ですね、このケーブル類すべて取り外しました。この横にですね、
大きさの比較のためにペットボトルを、置いておきましたけれども、まあ、非常にですね、コンパクトな大きさであるということがわかるかと思います。で、これをですね、まあ、内部をいじることは、まあ、あんまり滅多にないんですけれども、まあ、メモリーの増設とかですね、まあ、そういったことをするときに、まあ、内部を開けることがあるかもしれません。まあ、しかし今はですね、どういう仕組みになっているのかということをご覧いただくために、開けてみたいと思います。はい、ここをガチャッとですね、外して、そして、これをですね持ち上げていきます。はい、では持ち上げます。ここを外すとですねグーッとこう上がっていくんですが、これ私はですねなんかこうダースベイダーのマスクをですね、外すようななんかそういう感覚に取られますけども、内部がですね、こうやって現れてきます。はい、でここがですね、ここにあのファンがついていて、空気をですね、この情報に出すようになっています。で、まずですね、あのまあ、この性能も確かに素晴らしいんですが、私がまあ驚いたのは、非常に音が静かだっていうことです。私もあのこれまでパソコンをですね、自作する中で、いかにですね、あの空冷するか、まあ、こういったファンとかですね、そしてあの時には水冷システムであるとかですね、まあ、ハードディスクをあのゴムで止めて、音が出ないようにとかっていうこともしたことがあるんですが、とにかくこれはですね、非常に効率的に空気を冷やし、またあのフラッシュストレージを使ってますので、まあ、ハードディスクのようなですね、まあ、うなるような音はまあ全く聞こえてきません。はい、そして、ぐるーっと、回しますと、これが、メモリーですね。まあ、私の場合16ギガついてますけども、こういうメモリーもですね、こうプチッとこう簡単にですね、外れるように外してですね交換できるようになっています。そしてこれがですね、まあ、ちょっと黒に黒なので分かりにくいんですけれども、フラッシュストレージがですね、ここについています。まあ、これがまあ、私は1テラバイトあるんですけれども、まあ、ハードディスクではなくてですね、こういうフラッシュストレージ、まあ、しかもこのマザーボードとですね、フラッシュストレージの、接続の部分が、まあ、あのハードディスクであれば、よくですね、まあ、SATA という、接続方式がありますけれども、まあ、この最新のですね、Mac Pro の場合には、まあ、フラッシュストレージなんですけども、PCIe ベースというですね、まあ、ここの、まあ、つながりの部分がですね、非常に高速化されている。まあ、これがですね、全体の速度を上げている一つの、まあ、要因にもなっています。で、もうちょっとぐるっと回します。でまあ、今ですね、ちょっと見ましたけども、このメモリーのですね、こちらにあのインターフェース系のボードがあって、ここにですね、もう一つ別のマザーボードがあり、そしてこちらにもですね、別のボードがあって、まあ、3面で、こう構成されているんですね。そしてその3面の、ボードのちょうど真ん中をですね、風が、吹き抜けるような形で、全体をですね、まあ、冷やしています。ですから、まあ、駆動する部分がないということと、そして、まあ、そういうですね、非常にこう効率的な、空冷システムを内部に持っているということで、全体としてですね、まあ、あの驚くほどの静音設計になっています。まあ、これまでパソコン、特にですね、これデスクトップの場合、ちょっと激しい動作というか重い動作をさせるとですね、まあ、ファンがブンブンうなるような、そういったことを何度もこう経験してきたんですけども、それから比べるとですね、まあ、本当に動いているのかというふうにこう疑いたくなるぐらいのですね、静音設計になっています。はい、では、元に戻してみたいと思います。はい、まあ、戻すときもですね非常に簡単で、これをですね、上から、ズボーッとこうかぶせるだけで、OK ですね。そして最後ここを、パッチンと、まあ、締めるだけでですね、はい、完了することになります。はい、非常にまあ短いレビューでしたけども、1ヶ月ちょっと使ったですね、Mac Pro 最新機のレビューでした。